次に高橋慎介議員の質問を許可します。高橋議員。一般質問の機会をいただき感謝いたします。季節外れの台風4号接近中とのことですので、足早に質問を進めたいと思います。ご協力をよろしくお願いをいたします。また前の私の前お二人がですね、現職の監査委員からの格調高い質問をされたということでですね、その後ということで少し気が引ける感がございますが、通告に従いまして順次質問をいたします。まず一番目の事務処理上のミスの防止についてでございます。少し細かい話になるかも分かりませんが、神は細部に宿るとも言われていますのでお尋ねをいたします。またこれから述べますことが単なるコミュニケーション不足の類で事務上のミスとまで言えないことであるのかもしれませんが、少しお聞きください。さてこの1月から半年の間に気になる事象が散見されました。一つ目は1月9日の20歳の集いにおいて、ある会場において来賓に対して帰れとこう発言されました。会場責任者である職員の方が適切な対応が取られなかったため、一時は険悪な雰囲気になったとのことです。言われた方の来賓の方がですね、冷静な対応を取られたため、揉め事が顕在化することはなかったのですが、やはり会場責任者の方がですね、市がお呼びしている方ですなど適切な対応が必要であったのではないかと思うところであります。二つ目は3月27日に新しくなった佐田保育園への議員の視察が組まれておりましたが、担当部の確認ミスでですね、送迎バスの手配ができていないということがありました。幸い役所から近いところでもあったことから、急遽慌てて各自の車で会場まで行くことができましたので、時間に遅れることもなくことなきを得たわけですが、このことでですね、誰かが交通事故でも起こしていたらどうなっていたのかと考えさせられたわけです。議会事務局にお聞きしましてもですね、過去聞いたことがないとのことでした。3つ目は4月10日頃、これは職員さんによる議員への公開質問状が議員の自宅に送付されるというこういう事態が発生いたしました。これは合同での議員報告の一部表現が差別表現と捉えられたようにお聞きをしております。このことはですね、事前に何の問い合わせ確認もなくですね、かつ途方もなく大きな力を持っておられる枚方の職員団体の肩書きでですね、公開質問状が送りつけられたわけですから、送りつけられた方としては、今なお裁判を念頭に置いた対応とされているとお聞きしております。プリントの表記が単なる誤植か意図的なものかは、事前に確認すれば済むことです。ことさら差別問題として大ごとにされる意図が最初からあったのならば話は別ですが、以前なら議会議員に対してはさまざまな行政ルートや議会ルートでですね、誤解を解く努力がなされていたように思いました。4つ目は広報枚方4月号において中学校給食の実施に向け実施手法を決定と、こういう記事が掲載をされました。現時点でのこの表現についてはですね、読まれた市民に誤解を与えかねないため、複数会派から疑問の声が上がったことは、部局においてご存知のことと思います。5つ目は5月15日臨時議会の初日でございました。議場理事者席に見知らぬ方が座っておられる事態が発生いたしまして、18日に臨時議会が終わってからようやく新理事として紹介していただきました。もちろんこのことはですね、4月から新しく赴任されてこられた戸田理事にはですね、何の落ち度もないことは言うまでもありません。
で6つ目はですね、先週11日の月曜日に、まあ、別館に設置されている自家発電機の点検の際、排気ガスが別館内に流れ込み、気分が悪くなった方もおられたようです。まあ、この件もですね、気分が悪くなる方が複数出ておれば、これ即救急車の出動ということになるわけで、まあ、ヒヤリとしたのではないかと思います。また指摘させていただいた6件以外にもですね、まあ、最近議会配布資料について、まあ、差し替えをしたりですね、まあ、シールを貼ったりということがなんか頻繁に増えているような気がいたします。またミスということではないのですが、本館4階のこのフロアでですね、まあ、すれ違う職員さんの9割以上の方は、まあ、きちんと挨拶をしていただいているんですけれども、まあ、中には目を合わせない方とかですね、まあ、目が合っても下を向いて無視される方がおられます。まあ、そして、これは最近、まあ、本当に必要があるのかないのか判断がつきかねる審議会がですね、まあ、どちらを向いた仕事なのかわからないなというふうなことも感じられます。まあ、本来お役所仕事という言葉は悪い意味で使われますけれども、まあ、そのお役所仕事にまで達してないんじゃないかという事象が続いているように思います。まあ、今申し上げましたことはですね、個々の事案としてそれぞれ何の関連もないのかもしれませんし、行政側からすればミスとは言えない事案なのかもしれません。まあ、少し、この気をつけていれば、まあ、あるいは心配りをすれば、まあ、コミュニケーションを取っていれば防げるものばかりのように、感じます。皆さんご存知のようにハインリッヒの法則というものがございます。まあ、私が議員になった頃ですね、田村議員という先輩議員がですね、議会でよく指摘をされていたのを思い出します。まあ、私も党派を超えてですね、よくご教示をいただきました。まあ、重大事故の陰に29の軽度事故、そして300のニアミスが存在すると、まあ、こういうことを示したもので、この法則をもとにヒヤリハット気がかり活動が各所で行われております。まあ、本市においても市民病院で行われております。まあ、この活動のポイントは事例を記録し共有することによって意味があります。まあ、先にルールを指摘させていただいたことは私にとってヒヤリハット気がかり事件というべきものです。まあ、そこで大きな事故になる前にですね、何らかの対応をしていく必要があると思いましたので、あえて指摘をさせていただいたものです。まあ、そこで、まず お尋ねをいたしますは、お尋ねをしたいのはですね、今指摘させていただいた事案について各部長はご存知でしたでしょうか。で、些細な事案であっても共有化していくことは大きな事故の防止にとっても有効であると考えます。個々の事案についてお尋ねすることは避けたいと思いますので、このような事案の共有化の必要性、考えられるやり方について総括的立場として総務部長にお尋ねをいたします。2つ目の中学校給食について、まあ、これは私は去年今年と文教庁に委員ではありませんので、3月の各派代表質問やこの間の協議会資料などから何点かをお尋ねをいたします。まず中学校給食の実施手法につきましては、まあ、先ほども前田議員の方から質問がございましたけれども、選択制による共同調理場ランチボックス方式という、まあ、これは調べてみると異例な方式を、まあ、大阪府に実施計画書として提出されたとのことですけれども、まあ、現時点でさまざまな意見がある中で、実施手法を変更するとなった場合、大阪府の補助金交付申請に際して計画の変更は可能なのかお尋ねをいたします。で、次に仮にですね、共同調理場を整備した場合にその運営については直営ではなく民間事業者へ運営を委託すべきと考えますが、見解をお尋ねをします。で、また民間調理事業者への移行調査のアンケートでは、枚方市内には民間調理場はないとのことですが、まあ、その際にこの件で民間調理事業者が調理場を整備する意向の有無についても調査をされたのかお尋ねをいたします。
民間庁事情活用方式の場合、選択制ではなく全員喫食とすればですね、まあ、事業者も安心して、まあ、積極的に取り組む事業に取り組むことができる上にですね、まあ、本市のような規模の場合スケールメリットが生じて市にとっても経費節減が可能となると考えますが、ご見解をお尋ねをいたします。それと3つ目ですが、まあ、最後にですね、この枚方市駅周辺の整備ビジョンにつきましてはですね、昨年の12月の一般質問でお聞きをしていますので、まあ、今回は少し絞りましてですね、総合文化施設と現市民会館大ホール等の耐震補強工事についてお尋ねをいたします。まあ、先ごろ開催された枚方市駅周辺再整備ビジョンにかかる外部の専門委員会を傍聴させていただきましたが、その中で有識者から総合文化施設の在り方については、例えば施設内に商業スペースなどを盛り込んだり、適切なパートナーと共同することにより文化ホールの利用者だけでなく多くの市民が利用できる施設となり、ひいては枚方市駅周辺のにぎわいの創出や活性化につながるのではないかと、こういう発言がなされていました。まあ、私自身はですね、単なる利用者のための総合文化施設であるならば、財政難のおり必要性の優先順位は低いと思っていますし、また駅前の一等地に建設する必要もないとも思っております。まあ、しかしですね、先の有識者からの提案内容ならばですね、検討の価値があるのかなとも思ったりもいたします。まあ、本市では総合文化施設に関しては常々単独の施設で整備するとのことでしたが、こういった意見に対する市の見解をまずお尋ねをいたします。まあ、次に議会所持の一般会計補正予算でもお尋ねをいたしましたが、現市民ホール市民会館の耐震補強工事については必要最低限の工事にとどめるという地域振興部の答弁については私は異論はございません。ただし利用者の要望の多い大ホールのトイレの改修とかですね、まあ、一部座席の大型化など、まあ、今後もある程度の期間市民会館大ホールを使い続けるのであればですね、まあ、今回の補強工事と合わせて、まあ、知恵を出してですね、改修できる部分があるのではないかと考えます。まあ、さりとて改修後短期間で市民会館や大ホールが壊されるということであれば、まあ、補強工事も含め、改修工事も了解しにくいものもございます。まあ、この点につきまして再度見解をお尋ねしたいと思います。で、最後に市民会館や大ホールに隣接する職員会館についてもですね、本市の耐震化実施計画に基づき本年度中に、この耐震診断を実施されるとお聞きをしております。まあ、しかし職員会館を含む大街とエリア一帯についてはですね、まあ、枚方市駅周辺再整備ビジョンにおいてですね、まあ、新庁舎の予定地でもあるわけです。まあ、仮に、耐震診断の結果耐震補強工事が必要となった場合ですね、耐震補強工事をしてまで利用する必要性にですね、疑問を感じるところです。まあ、枚方市駅周辺再整備ビジョン専門検討委員会の中でも市民会館については検討をされておりますが、職員会館についてはまだ触れられてなかったと思います。まあ、そこでお尋ねをいたしますが、まあ、大街とエリア一帯の整備の中で職員会館についても同様に取り壊し更地にすることを予定されているならば、職員会館の機能や現在に至るまで会館を無料で使用している職員団体の事務所についてはですね、市としてどのような形にしていかれるのかお尋ねをしたいと思います。これで1回目の質問を終わらせていただきます。長澤総務部長。1、事務処理上のミス防止についてお答えいたします。日常の事務処理におきまして何らかの問題が生じた際には、まずその発生原因を特定し分析した上で再発防止策を構築し実践に移すことになります。
他の部署にも起こりうる事案につきましては、その概要や再発防止策の内容を庁内周知し、共有化を図ることが重要であると考えております。そしてその共有化のルール化を図ることで、同種のミスの再発を防止し、行政レベルを正確なものに高めていくことにつながると、このように考えております。続きまして、総合文化施設等の耐震補強工事のうち、職員会館に関することでお答えいたします。職員会館の今後の方向性につきましては、職員会館が立地する当該とエリアの整備計画を踏まえた検討になるところでございますが、その検討にあたりましては、現在、会館が有しております職員の福利厚生のための機能確保、こういった観点からの精査が必要と、このように考えております。大谷教育委員会管理部長。はい。2、中学校給食についてお答えいたします。大阪府へ提出した実施計画につきましては、大阪府に再度確認いたしましたところ、変更もありうるとの回答をいただいております。次に、共同調理場の運営方法につきましては、より効果的、効率的な運営を行う観点から、民間委託について具体的に検討を行う必要があると考えております。民間調理事業者への移行調査につきましては、その前提として中学校数、実施日数、調理内容などをお示しした上で、本市がランチボックス方式の中学校給食の調理・配送業務をお願いした場合の参入以降、および参入した場合の提供可能食数などについて、制限を付することなく広くお伺いしたものでございます。調理施設の新設の意向をお伺いする設問は設けておりません。本市の場合、1万2000食となる全員喫食の民間調理場活用方式での実施につきまして、選択制と比較した場合には、食数が大幅に増加することにより、スケールメリットの効果があったとしましても、年間の運営経費が多額となります。また、一般的に民間調理場活用方式の場合には、安定した事業継続を行うためのリスク分散を図る観点から、複数の事業者による事業実施を行いますので、スケールメリットの効果は低いものと見込まれます。北村政策企画部長。はい。総合文化施設と現市民会館大ホール等の耐震補強工事についてのうち、総合文化施設についてお答えいたします。総合文化施設整備につきましては、市民会館大ホールの代替施設ということを基本に、現在、施設の機能やその整備手法などについて検討を進めております。その中で、より多くの市民が利用できる施設という視点も持ちながら、民間のノウハウやアイデア、そして民間活力の導入の可否についても検討してまいります。宮本地域振興部長。総合文化施設と現市民会館大ホール等の耐震補強工事についてお答えをいたします。総合文化施設につきましては、市駅前の新町エリアで事業用地を先行取得し、整備計画を進めてきた経過がありますが、本市の財政状況の悪化などの理由により約20年間整備されない状態となっております。一方で現在の市民会館大ホールは建設から40年以上が経過し、施設の老朽化に加え機能の劣化が著しく、できるだけ早く総合文化施設の整備に着手することが市民への責任を果たすことになると考えております。この総合文化施設の整備につきましては、期間やコストなどを踏まえまして実施手法を総合的に判断してまいりますが、いずれにいたしましても整備には一定の期間を要するものと考えております。今回の市民会館大ホールの改修工事につきましては、設置者責任を果たすべく行うもので、約3ヶ月間の工期を見込んでおりますが、耐震補強工事を基本に、トイレなどできる範囲の改修を検討してまいりたいと考えております。高橋議員。はい、以上。まず、1番目のところから、再度質問させていただきます。
この先ほどの部長のご答弁でですね、共有化の仕方をルール化して、ミス防止と行政レベルを正確なものに高めていくと、こういうご答弁をいただきました。してシステム化していくことは、それはそれで結構なことで、直ちに行っていいただきたいなと要望をいたしますが、現時点で、指摘させていただいたことについてはですね、何が原因なのか、でまたたまたまが重なっただけなのか、どのように感じておられるのかお尋ねをしたいと思います。長澤総務部長。議員お示しの事案につきまして、個々に検証することにつきましては、それぞれの状況認識なり状況把握に違いがあるということから、一律に申し上げることは困難というふうに考えております。ただ総じて言えることにつきまして、個々の職員のスキルアップや資質向上、これは重要な課題であるというふうに考えております。これまでにも文書事務の手引きの作成なり、リーガルサポートシステムの構築、また市民病院でのヒヤリハットの事例集など、こういった作成にも取り組みを進めてきたところでございます。今後、それぞれの取り組みの熟度を高めるとともに、さらなる教育を図っていかなければならない、このように考えております。はい、高橋議員。はい、部長としてね、一番最適なバランスの取れたご答弁をされたんだろうなというふうに感じました。私はですね、これ個々見ておりましてね、単にこの報告連絡相談、よくほうれん草と申しますとか、コミュニケーション不足という事案も多いのではないかなと考えております。先週の土曜日に議会事務局研究会シンポジウムというのが判題でございましてですね、たまたまその時は片山義弘前総務大臣の講演もありました。片山さんについては私は鳥取県の知事の時代からいろいろ勉強させていただいてましたんで、会場まで行ってきたんですけれども、そのシンポジウムの中でですね、ある方がこれ事務局ばっかしが言ってますから、議会事務局ばっかしがオフサイトミーティングについて触れておられました。これは気軽な話し合いっていうことなんですけれども、私のような古い人間はそれはオフサイトミーティングじゃなしにノミニケーションがメインであったわけです。どちらもその目的はですね、人と人とのコミュニケーション力を高めるっていうことにあったように思うわけですけれども、システム化以前にですね、このことが必要なように私は感じております。この件に関しましてですね、総務部の中ではですね、もう最長不当を誇られている長澤部長にですね、再度ですね、もう忌憚のないお考えをお示しいただければなと思います。長澤総務部長。昨今市民ニーズが多様化複雑化する中で、次々と行政事務を処理していかなければならない、こういう状況があります。そういった際の業務遂行にあたりまして、十分なかつ丁寧な議論が行われているのか、また関係機関とのコミュニケーションが十分取れているのかどうか、こういったことが大事であると、このように考えております。物事を決めるにあたりまして、意見の考え方、意見や考え方の相違、こういったものは当然あります。それらを汲み取るために一歩踏み込んだ議論、こういった時間を費やしたかどうか、こういったことが良い仕事をしたかどうかの分岐点になると、このように考えております。このように一歩踏み込むことが相手のことをおもんばかることにつながり、市民サービス提供の最前線に立っております地方自治体職員といたしましては、欠かすことのできない重要な姿勢であると、このように考えております。はい、以上。高橋議員。はい、はい、本当に経験に基づくうんちくのあるですね、ご答弁ありがとうございました。今私本当にね、これ不安なんですね。これは大したことないよって言っていただくと、高橋議員の思い過ごしですわと言ってもらうと一番楽やったんですが、今やり取り聞いていただいてましてね、市長さんにおかれてはですね、議会との関係も含めてですね、どのような感じをお持ちになったのか、もしご意見賜れるようでしたらお願いしたいんですが、どうですか。竹内市長。ただいま総務部長がお答えしたこととほぼ重なると思うんですけども、仕事というものはそれぞれの人間が
それまでに培ってきた知識、経験、そしてまた自分自身の持っている人間性といいますか、感性というものを総動員してやってほしいと思っております。その中で私自身は、市長に就任してから一貫して言っているのは、職員に対し物事を客観的、論理的に考えてほしい、事案の背景というものをきっちり分析し、認識し、そしてそれに応じた適切な対応策を考える、このようなことを求めているところであります。加えまして、ちょっと私自身がその利が勝ちすぎているのかもしれませんけれども、同時に私はあまり職員には言っておりませんけれども、やはり他者のことを思いやる、そういう感性といいますか、一方でまあそれはある意味で想像力、洞察力であり、想像力につながることだろうと思いますけれども、そういうものを身につけてほしい、そういうことを総動員して市民のために働いてほしい、これに思っているです。高橋議員。はい、どうもありがとうございます。まあ、私自身はですね、ドロドロしたところが基本的にございまして、ノミニケーション中心でやってきました。でやはり今ご答弁いただいたこと以外にですね、やはりまず一番にですね、意思の疎通といいますか、その努力をお願いしたいなというふうに思います。で、まあ、この件はこれで終わりまして、あと中学校給食の方に入りますが、中学校給食についてですけれども、まあ、全員喫食とすれば、まあ、事業者にとってスケールメリットが生じるのではないかという質問にですね、まあ、複数の事業者による事業実施を行うので、まあ、スケールメリットは効果は低いとのご答弁でした。まあ、しかしこのことを与えられた条件に対してですね、事業者の方が判断されるのであって、選択制による共同長寿ランチボックス方式は、私は最初から結論があっての実施手法ではないかなと感じております。で、民間事業者へアンケートを取られたとのことですが、まあ、これ1枚目がですね、日本給食サービス協会会員企業とあってですね、まあ、これ依頼部分、鏡の部分とよく言われています。で、そして2枚目にアンケートで、3枚目が簡単に要件を記した文書です。まあ、これが配られた。で、このアンケートには参入以降の有無、年間190日程度の受注の可否、提供可能食数、調理後2時間以内の配送の可否などが記されていますが、まあ、全体でですね、1日6000食が必要という肝心なことは記載されてないんです。で、これではですね、民間事業者というのは現状設備での余裕分しか記載をされなかったのではないかと、まあ、このように思うわけです。まあ、私がお聞きしたところ、これは会員企業ではないんですけれども、6000食ならば190日6000食ならば設備拡張してでもできるっていうふうなご意見も複数いただいたことがあります。で、今回実施された事業者へのアンケートはですね、まあ、市として積極的に事業者を確保していくという、まあ、この視点が最初から欠けていたのではないかと感じます。で、このことについて再度お尋ねをしたい。またアンケートを取り直される意向はありませんかということでですね、再度のアンケート、まあ、これもお尋ねをいたします。それともう一つ、これは共同調理場方式にされた理由としてですね、本当はですよ、この小学校の給食調理施設である単調28箇所で17校分を賄う第3第4調理場のこの老朽化に備えてですね、代替施設を機能を将来持たせるという、こういう深遠なお考えがあってのことなったのかとも、これも合わせてお尋ねをいたします。大谷管理部長。はい、民間調理事業者への移行調査につきましては、本市が19の中学校を有しているということもお知らせした上で、より多くの事業者の意向を把握できるよう、市の登録事業者だけでなく、公益社団法人の登録給食事業者など93社を対象としており、また調査内容につきましても、できるだけ多くの回答をいただけるよう、調査項目の簡素化を図ったところであり、一定の意向把握を行えたものと考えております。新たな共同調理場は中学校給食の施設として運営してまいりますが、喫食率の動向を注視する中で、今後建て替えを必要とする小学校給食の調理場施設更新の際のバックアップ施設としての活用の可能性などにつきまして、今後大阪府とも協議する中で、
検討していく必要もあるのではないかと考えております。はい、議長。高橋議員。はい、ありがとうございます。まあ、私は現時点でちょっと時間がございません。同僚からも少しいただいて調整いたしますが、現時点で、ね、判断できかねるんです。でやはりね、再度民間方式でね、検討いただいてアンケートも取り直していただけたらなというふうなことを要望しておきたいと思います。現段階でね、現段階ではそういう要望をお願いしておきたいと思います。で、まあ給食の方はこれぐらいにしておきまして、まだ他たくさんの議員さん中学校給食入ってますので、それも聞きたいなと思います。で次の最後ですけれども、この総合文化施設整備にあたりましてですね、まあ、それぞれご答弁いただいたんですけれども、3人の部長さんからいただいたんですけれども、 PFI 手法とかですね、民間ノウハウとかですね、民間活力の導入と、まあ、こういうことなどについてもですね、まあ、コストを考慮しながらご判断をいただきたいと、このように思っています。で職員会館の方なんですけどね、これについて再度お尋ねしたいんですけれども、まあ、仮に総合文化施設ができて、で現在の大ホールと市民会館が取り壊されても、職員会館だけは残っとるんですか。これ確認でちょっとお尋ねしたいと思います。長澤総務部長。はい、先ほどお答えいたしましたように、大型エリアの整備の中で、まあ、一体的な計画がなされると、まあ、この中での位置づけが検討されるというふうに考えております。高橋議員。はい、普通ね、道路をつけるにしてもね、何か計画するにしても、その地区、地権者おられるけれども、線は引っ張ったんですよ、そうでないと道路引けないですよね。で今、こんなん明確でしょ、玉突き方式でやるんでしょ。市民ホール、新しい文化施設ができて、でこの今の現市民ホールにですね、持ってくるわけでしょ、村庁舎を、今の予定ではね。さら地にするってどうして言えないんですか。簡単なことじゃないですか。まあ、これはね、今お答えできないということならば、それはそれでまた決算でもお聞きしますけれども、まあ、職員会館というのは、職員の福利厚生のための機能の確保とかですね、まあ、1回目で答弁されておられましたけれども、福利厚生は福利厚生費で 毎年度予算化してるじゃないですか。だから、職員会館の稼働率等単体でこれ、精査する必要があると思いますよ。でただ、市財政はですね、市税収入の減、福祉費、扶助費の増、この基調はですね、拡大の方向というのは変わらないわけですよ。で今後逆転することも当分考えられない。で行政は特定団体にですね、いつまでタダで使用を許してるんですか。まあ、詳細はですね、先ほども申しましたように決算委員会の方で質疑したいと思いますけれども、まあ、財政が厳しい中ですね、耐震診断に税出して、耐震補強工事に税出して、そして短期間で壊すなどということはですね、このような厳しい時代に認められるもんじゃありませんよ。で耐震補強するなら最低でも10年程度は活用の必要があると、現時点では指摘をさせていただきまして、質問終わります。ありがとうございました。これにて高橋慎介議員の質問を終結します。